は11番北三ブラック。レース場芝2018人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はトリプルティアラの馬娘、8番ダイワスカーレット、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はグランプリ馬娘、16番スペシャルウィーク、対抗するのはここまで無敗秋の三冠馬娘北サンブラック。実力は1番人気にも引けを取りません。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番スペシャルウィーク北サンブラック、18番東海帝王、期待通りの結果を出せるか。1番人気8番ダイワスカーレット。さあ激しい先行争いで前に出たのは北サンブラック。第1コーナー回って第2コーナー、さあ先頭に立ちました12番ダイワスカーレット。続きました北サンブラック、12番ダイワスカーレットと北サンブラック、序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。12番ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。先頭は依然12番ダイワスカーレット1馬身リード。続いて北サンブラック、そして外目を引きましてはライスシャワー、少し離れて5番スペシャルウィーク、18番東海帝王追走。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。現在1番手は北サンブラック、12番ダイワスカーレット並んでくる。その後からライスシャワー、ウィニングチケット、4番手内には18番東海帝王、15番東海帝王並んでくる。さあさあお待たせ、お祭り娘、先駆けコメンタわっしゃいわっしゃい。1番審査ゴールドシップ、少し後ろから5番スペシャルウィーク、外スマートファルコン、内を回ります。待ちかね福来た。そしてその後ろから行くのは10番オグリキャップ。まもなく第4コーナーターン、馬娘たちがどう動くか目が離せません。北サンブラック、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。さあ内から先頭を疑うのは